はじめまして、私は和田綾子と言います。早稲田大学の今3年生です。専門人間科学部という学部で、専門は生態学といって、詳しく言うと気象や農業について勉強しています。幸いにもヨーク大学という、早稲田大学の留学、交換留学の一環でヨーク大学に受け入れていただけて、その一環で1年間イギリスで勉強することが決まっています。でそのために少し自分の英語に自信がないというか、やっぱりイギリスの大学でうまくやっていけるか不安で、それでこちらの大、ロンドンスクールオブイングリッシュのEnglish for University というコースを受講しました。クラスの内容は非常に役に立つと思います。例えば日本の大学では、少なくとも私の学部では教わらなかったんですけど、そのエッセイの書き方、詳しい書き方や、どのようにアイデアをまとめるかとか、あとはもちろん日本の大学だと少し少ないように思えるディスカッションの、練習だとか、そうですね、あと、やっぱり何といってもこう英語を聞きながらノートを取るとか、そういった練習が、一度にできる非常にいいコースです。そうですね、他のクラスのクラスメートはいろいろブラジルや日本、韓国、サウジアラビア、いろんな国から来ていて、皆さんすごく英語が堪能で、最初は少し不安になったり、やっていけるかなって思ったんですけれど、幸いにも、先生もすごく、全ての生徒にちゃんと、クラスに、参加できるように促してくれたりする、そうですね、促してくれますし、たくさん手助けをいただけます。だんだん慣れてきて、クラスメートがいる前でも、授業に参加できるようになったり、意見を言えるようになったり、あと何よりも英語に対する抵抗がなくなるというか、英語を話したり読んだりすることに抵抗はなくなると思います。非常に良いコースです。私はおすすめします。